クロームブックという名前からラップトップパソコンだと想像できる人は多いでしょう。そして、ちょっとデジタルに詳しい人なら、クロームという単語からあの企業をイメージできると思います。そう、Google です。 デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル,ルです今回は Chromebook についてお話ししましょう,しししょう MacBook や iMac には Apple の、Mac、OS 多くのメーカーが発売しているパソコンには、マイクロソフトの Windows が搭載されているように、Chromebook には、Google が開発した ChromeOS が搭載されています。パソコンなら、Mac と Windows、この2つに分かれていたところに、 Google の Chrome OS が割って入ってきました。Chrome OS のすごいところは、やはり何と言っても、Google で提供されているサービスとの親和性の高さでしょう。Web 検索や Gmail、そして YouTube が Google のサービスとして有名なんですけれども、Google ドキュメントや Google スプレッドシート、Google スライドといったワープロや表計算、プレゼンテーションのアプリ、Google ドライブや Google フォトといったクラウドストレージ、Google Meet でビデオ会議をしたり、Google アシスタントで音声操作したりなど、Google で提供されているサービスを 余すすことななく快適に使えるのが Chrome OS なんですもちろん Google の OS は ChromeOS だけではありませんスマホやタブレットに搭載されている Android も Google の提供している OS になりますですから嬉しいことに Android で動作するアプリも Chrome OS でで動作してくれるんですすべてのアプリが正常に動作するそういうわけではありませんがほとんどのアプリを Chrome OS で利用できるのは便利ですよね。そしてアプリをインストールするアプリストアはスマホやタブレットでもおなじみの Google Play です。 そんな Chrome OS を搭載している Chromebook はスマホがパソコンになったようなイメージになるでしょう。スマホと同様に Chromebook のほとんどの製品ではディスプレイを指でタッチして操作することもできますからますますスマホのように感じられます。主流となっているのは 2万円から3万円後半ほどのモデルですから Mac や Windows を搭載しているパソコンよりも価格が安いというのも嬉しいですよね。そんな Chromebook なんですけれども見たことがないそういう人もいるかもしれませんね。一時期は家電量販店でも、 Chrome OS を搭載したラップトッププトパソコンを大量に展示販売してたんですけれども今では見かける数も少なくなりましたそれでも世界では10台に1台そしてアメリカでは5台に1台がこの ChromeOS を搭載しているマシンが使用されてるんです これは海外だけにとどまらず日本でも大量に導入されているところがあります。それは日本全国の小中学校なんですよ。文部科学省が推進するギガスクール構想により Chromebook が導入されたんです。これは低価格ながら セキュリティの安全性、動作の軽快さ、コストパフォーマンスの高さ、優れた機能性など、多くの支持を集めたからなんですよ。とはいえ、Chromebook にも欠点はあるんです。その欠点というのは、基本的にインターネット接続できる環境でないと、 一部の機能が制限されてしまうこ,となんですよこれは Web アプリケーションの操作が中心になるからなんでしょうねまたスペックの低いハードウェアで動作するように設計されてますので高度なグラフィックス処理を行う作業とかゲームには向いていませんしかし このハードウェアの欠点をカバーする Chromebook プラスが発売されることになりました。Chromebook プラスでは、ハードウェアの最低保証スペックが挙げられて、CPU はインテル第12世代以降の Core i3、もしくは AMD ライゼン37000シリーズ以降、メモリーは 8GB 以上、ストレージは 128GB 以上と、性能の向上に伴って、今流行りの AI 関連の機能が強化されました。Google Photo では、Google Pixel でおなじみの 写真加工機能消しゴムマジックとか写真にポートレート風のぼかしを追加することが可能になります。また Adobe Photoshop にも対応して生成 AI の f イヤ e フライを活用した画像を編集もできるようになりますから Chromebook+ なら今までよりも活用範囲が広がりそうです。 パソコンを使うほどではないけれども、スマホよりも快適に作業をしたい人、特に Google のサービスをメインに使用している人なら、Chromebook、Chromebook Plus は最適なマシンになると言えるでしょうね。 YouTube ポッドキャストではすでに配信しているポッドキャストを再編集した内容を配信しています最新の内容は毎週木曜日のお昼12時に Spotify や ApplePodcastGooglePodcast などで配信していますからそちらでお楽しみください YouTube 動画ではパソコンの使い方ショート動画では IT やパソコンの用語解説アプリの単価を配信していますデジタル教室からあなたにプラスワン